シリマボ・ラトワッテ・ディアス・バンダラナイケは、スリランカの政治家。シリマボ・ラトワッテとして、地主階級の裕福な家庭に生まれる。コロンボの聖ブリジット修道院で教育を受けた。1940年、24歳の時に、スリランカ自由党の創設者だった、ソロモン・バンダラナイケと結婚した。1956年の総選挙で勝利した夫は、首相に就任した。 1959年に夫が暗殺されるとシリマボは正解に身を転じた。世界初の女性首相として3度登板した。親ソ連的外交政策を取った。中華人民共和国の協力で後にコロンボ最大の会議場として多くの重要な会議が行われる。バンダラナイケ記念国際会議場が建設される。ありがとうございます。